いつもご視聴いただきありがとうございます。読み上げチャンネルのジャパニーズひまわり組です。今回は9月7日14時から開かれたジャニーズ事務所の記者会見についてお話ししていきたいと思います。ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。記者会見は前取締役社長の藤島ジュリー景子氏と新社長の東山紀之さん、ジャニーズアイランド社長の井ノ原快彦さん、弁護士木目田博さんの4人で行われました。8月29日の提言について藤島ジュリー景子氏が小ジャニ北川氏の性加害について認識していることを認め、震えた声で謝罪しました。9月5日に正式に辞任し、東山紀之さんが社長を務めることになりました。今後も藤島ジュリー景子氏は性被害に遭ったタレントについて補償するため代表取締役として在籍はするとのことです。ですが今後一切の育成等の勧誘はしないとの発言をしていました。東山紀之さんもこのことを重く受け止め、2013年内をもって表舞台から引退する予定であり、性被害の事実を認定し責任を持って対応すると発言しています。人権侵害の対応や解決防止策を策定するとのことで、失った信頼を取り戻すべく対応していくと話しました。その後記者からの質疑応答が始まり、性加害に対する指摘や行為をしたことがあるかについて東山紀之さんは、直接指摘を受けたことはないがあまり覚えておらず、全くしていないということはわからないなどグレーな発言をしていました。記者からも俺のソーセージを加えろや、ジャニーさんにやられてこい、パンツがないなら俺の履けよなどの東山さんの行為も噂されているがどうですかという質問についても、あまり覚えていないなど曖昧に返答していました。藤島ジュリー景子氏の株は今後どうなるのか、いつをめどに経営陣から抜け出す予定なのかという質問に対しては、被害者に対する補償が終わったら代表取締役を辞任すると話し、株はまだ 100% 持っているが今後の状況次第で対応を考えると説明しました。藤島ジュリー景子氏において果たしたジャニーズ事務所の役割について東山さんに質問されると、ジャニ北川氏は絶対的な存在だった、誤解を招くような行為があったかもしれないと話し、東山さん自身についても自分が厳しい性格である、昔は厳しい時代だったなどと話していますが、今の時代に合わせた対応を行い、今後は提言にあったようにロールモデル作りをしていくと話しました。東山さん自身がこのジャニ北川氏の性加害について認識していたのかという質問については噂では聞いていた、相談を受けたこともなかったので行動することも何もしなかった、今後向き合って対応していくと話しています。暴露本なども出ていたので知ってはいましたが、北川氏がそんなことをするわけがないと信じていたので目をつむることしかなかったとも発言、実際に心身ともに病んでいる人もいるので向き合っていかなければならないと話しています。井ノ原社長も、入社した時から噂はあった、怖いなという気持ちもあったが、デビューしたいという気持ちが強かったので向き合うことができなかったと話し、中学生や小学生の自分たちが社長におかしいじゃないかということができないでいた、このことについては暗黙の了解だったと話しています。ジャニーズ事務所という名前にジャニ北川氏の名前が使われているため、今後も名前を使っていくのかという質問に対して東山さんは、迷っていました、ですがこれまでタレントが培ってきたエネルギーなのでそのまま使用する予定ですと話していました。なぜ東山さんがジャニ北川氏のことを北川氏と呼ぶ発言をするのかについては、誰も幸せにすることができなかったと感じたのでそう呼んでいると話しました。今回の世界的にも注目される不祥事において、社長の辞任や性被害を受けていたタレントに対する補償は社長交代だけで十分と思っているのかという質問については、8月29日の提言から日が浅いので今探り探りで何が正しいのかを突き詰めていく、今できることを行動しておりやるからには責任を取って向き合っていきたいと発言しています。性被害に遭われた方の証言により行為を受けた方が優遇されるなどの噂が出回っていますが、これに対し藤島ジュリー景子氏は、性被害を受けたからではなく、それぞれのタレントが努力した結果ここまで活躍できたから誤解しないでほしいと涙ながらに語りました。今までは入所するジュニアの親御さんとジャニー社長が対話するなどということはありませんでした。井ノ原社長は、今後は親御さんとの時間を取りしっかりと向き合っていくと発言しました。
以上が今回のお話です。風通しの良い事務所を掲げていくというような発言も見られましたが、果たして今後ジャニーズ事務所はどう動いていくのでしょうか。東山社長や井ノ原社長の動きにも注目が集まります。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。